皆さんこんにちは。私は北海道ガス石狩基地建設部の藤田です。2012年の工事完成に向けて、石狩基地 LNG 工事を継続しています。 LNG タンクは昨年コンクリートの立ち上げ工事と屋根上げ工事が終了し、タンク直径約83メートル、高さ54メートルのドーム型のタンクが完成しています。こちらが LNG タンクの開口部となります。現在タンク内部では LNG を貯蔵するための金属容器を組み立てている最中です。高さ9段で完成のところ、現在8段目の組み立てまで進みました。また底の部分も溶接によって組み立てている最中です。断熱工事も並行して行っています。 LNG のマイナス162度という冷熱が外部に漏れ出さないようにするためです。こちらが外光線バースです。ここではアンローディングアームと呼ばれる船と接続して LNG を受け入れるためのアームの設置工事が行われています。アンローディングアームは4本設置され、1本の太さは約40センチあります。ちなみにこのバースに着く船は長さ300メートルもあるとても大きな船です。土台部分の杭打ち工事やコンクリート工事は昨年完了し、アームの設置も7月の頭に行われ、このアームと LNG タンクを結ぶ配管の工事がこれから行われる予定です。この配管がこの基地で最も太い配管で、直径が約90センチになります。ここはローリー出荷設備で、 LNG をタンクローリーに充填して全道各地に出荷するための場所です。10レーン建設を予定しています。 LNG の重さはタンクに入れる前と入れた後の重さを測定し、その差を出荷量とします。このシャッターが前面についている建物がトラックスケール室といい、これがタンクローリー用の重量計となります。7月の工事状況をお伝えしました。次回は11月頃お伝えします。